皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンクリエイター高橋孝子です。本日はパンの粉ということで全粒粉についてお伝えしたいと思います。全粒粉はですね、小麦の、小麦全粒粉全体を指すことが多くてですね、通常の小麦粉は外皮とか胚芽を取り除いて胚乳のみを起こして製粉するんですけれども、全粒粉の場合はですね、外側の部分も丸ごとそのまま引いてっていう形でやりますので、外皮とか胚芽に含まれる栄養素とか食物繊維、ビタミンですね、この部分も含まれるので栄養価が高い粉ということになってます。割と粉みたいに、ね、引いてある粉引きタイプと、あとざっくり引いてあるタイプとかあるんですけど、私は教室で割と強力粉と混ぜて使うときに混ざりやすいので細かく引いてあるようなタイプをメインで使ってます。